一つの市議会で堀口さんの議会の部屋に寄せてもうてます。で、今までずっとね、救急救命士を取って、それをか、ネタにして議員に通ってきたということで、税金泥棒のように堀口さんを言うてきたんですけども、これ私の間違いやということで、堀口さんがご説明をいただくということで、間違いはもう今後は訂正をして、堀口さんにも謝罪を申し上げたいということで、説明をお願いします。すみません、よろしくお願いします。はい、私これ平成2年に、救急隊となりました。で、これ救急隊 の一般の資格なんですけども、この平成元年にですね、ちょっと母親をがんで亡くしましてね、救急隊志願させていただきました。で、そこからずっと救急に乗り続けてですね、で、この平成13年に、救急救命士取ってですね、それからもずっと乗り続けてましたんで、救急救命士取ってからもだいたい5000件ぐらいで、救急救命士取るまでは、まあ、5000件以上ということで、合計1万件以上の救急乗車で、まあ、救急救命士として、活動してまいりました。で、そういった思いをですね、議会に反映しようという思いで、まあ、議員になってですね、その後活動させていただいて、いろいろ市町村広域災害ネットワークとかですね、その災害に対する、まあ、強い街づくりということでさせていただきました。で、そういう形で、まあ、今日高井さんおられましたんで説明させていただきます。まあ、決して、救急救命士を取って議員になったではなくて、まず救急救命士として活動をきっちりしてですね、その後まあ、思いを持って議員活動をしておりますので、まあ、今後ともよろしくお願いいたします。以上です。すみません、どれが日ですかね。平成13年ですよね。これですね、13年、はい、はい、私 の、 もうミスで、大変なデマを流しまして、誠に堀口さん申し訳ございません。いい、はい、一応ご説明を超えていただいたんで、私も大変感謝いたしております。もう今度からも間違いのないようにきっちりとまた裏を取って、また表現をさせていただきたいと思っております。今日はどうもありがとうございました。堀口さん、ありがとうございました。すみません、失礼いたします。